どうも、ひるさかいのジャマイカです。はい、ということで今回はですね、ラジオ動画の方をちょっと撮っていきたいと思います。僕のラジオ動画ね、結構寝れるって評判なんですけど、寝ないで、最後まで見ていっていただけると嬉しいです。なんでなんだろうね、マジでなんか寝落ちで使ってくる人がね、結構多いんですけど、まあ別にいいんですけどね、別にいいんですけど、まあ必要な情報だけしっかりと聞いていっていただけると嬉しいです。で今回なんですけども、まあ、APEX の動画かと思いきや、ちょっと僕のリスナーさんからですね、こんなお言葉いただいたんですよね。その最近なんか APEX が流行ってきてるし、まあ、秋頃にはモバイル版とかも出るし、なんならスイッチ版とか2月に出るって言われてるし、ちょっと APEX について知りたいなって思ってるんですけど、今現状荒野行動っていうゲームをやっていて、その荒野行動と APEX の違いってどういうのがあるんですかっていう質問をですね、ちょっといただいたんですよ。なので今回はその荒野行動上がりの APEX に興味を持っている皆様に向けたね、結構限定的にはなるんですけど、そういう動画を作っていけたらいいなと思っております。ちなみに多分結構話すことが多いと思うので、何部作かにもしかしたら分かれるかもしれませんということだけちょっとご了承ください。ってことでね、早速ちょっと違いについて話していきたいと思うんですけども、まあ、APEX の動画でもね、変わらず僕の合言葉の方やっていきたいと思います。ということで皆さん、いきますよ。せーの、やっていこうじゃないかということで、いきましょう。はい、ということで、まず一番最初に一つ目の話題なんですけども、マップについて、マップと戦い方の形式についてみたいなものをちょっと話していけたらなと思います。はい、ということで、 APEX の方からまずちょっと喋っていきたいんですけど、 APEX はですね、現状3マップですね、3つのマップが。で、 APEX はですね、2019年の2月4日から、まあ、リリースされていて、それで現状3マップっていう感じですね。まあ、なので大体2年ぐらいで3マップ。もしかしたらもうすぐ新マップが出るかもしれないので、まあ、そこら辺はちょっとね、詳しくはわからないんですけども、まあ、ただね、マップ上の一部がちょこちょこ、まあ、変化していくっていう仕様になってるので、まあ、アップデートでね、ちょこちょこ変わっていくので、まあ、飽きはしないっていう感じになってます。で、それに対して荒野行動なんですけども、2017年の11月14日にリリースされて、で、まあ、3年とちょっと現状経ってるんですけども、で、今4マップですね。現状4マップなんですけども、実際に多くのユーザーに楽しまれているものは、まあ、3マップですね、実質。そして APEX のようにマップの一部とかのちっちゃな変化とかは起きてはいないので、まあ、実質1年1マップになるのかな。まあ、実際の競技シーンで使われているマップ自体は、まあ、一つと言っても過言ではないので、まあ、この2年間ぐらい、まあ、一つのマップで競技シーンが行われているって考えると、やっぱり飽きてくる人が多いんかなって思います。はい、そして次ですね、マップの広さに関してなんですけども、 APEX の方がですね、最大で 2000m×2000m、 こちらワールズエッジっていうマップになるんですけども、それに対して荒野行動のマップの最大のものが 6400m×6400m、 まあ、こちら嵐の半島というマップ、まあ、よく競技シーンで使われているマップになるんですけども、まあ、これ聞いただけでも多分大きさが相当違うっていうのもわかるんじゃないでしょうか。まあ、なのでこれで戦い方に関してちょっと違いが出てきまして、まあ、APEX の方は 2000m×2000m なので、まあ、車とかが必要ないんですよね。てか、まずそもそも車自体があんま置いてないんですよ、マップによって。まあ、なのでアンチ移動とかも徒歩とかで全く問題がございません。で、それに対してですね、まあ、やっぱり荒野行動 6400m×6400m ということなので、まあ、車がもう必須と言っても過言ではない戦い方になるんじゃないかなと思います。まあ、アンチの収縮とかに関してもね、ちょっと後で話すんですけども、やっぱり徒歩移動だと結構厳しいっていうのが現状です。まあ、なので荒野行動は車を運転していくことも、まあ、戦略の大きな手として、まあ、なんならほぼメインが車みたいなところもあるぐらい車が重要なゲームになっております。まあ、しかも車に関してはね、課金とかで性能が結構変わるっていう仕様になってるので、まあそこら辺はちょっとグレーなところでもありますよね。ちょっと気になる点かなと思います。そしてですね、続きましてアンチの信号の数なんですけども、まあ、こちらはですね、両方一緒になります。アンチの信号最大6ですね。まあ、信号って何かっていうと、アンチの線あるじゃないですか。アンチの線、あれが一番最初に出てくるやつが第一アンチで、信号1ですね。で、次の2個目の円、縮まる時の2個目の円が信号2っていう感じになるんですけども、それが両方とも6っていう風になってます。まあ、これに関しては荒野行動のマップ 6400×6400 って言ったんですけど、で、 APEX のマップが 2000×2000 って言ったんですけど、まあ、そのマップの広さの違いがあって信号が同じということで、まあ、これが原因で荒野行動がアンチ運の勝負っていう風に言われてしまうようになったのかなって思います。
まあ、要はマップが広いのに1回で縮まるアンチの量が大きすぎて、まあ、ほぼほぼ2択レベルの上か下かとか、もう2択レベルの信号の動き変化になってしまってるんですよね。まあ、それはそれでマップが広いことによって、まあ幅広い立ち回りが楽しめるっていうのもあるし、そのアンチが大きく縮まっていくことによって、まあ、素早い立ち回りの判断能力っていうのも求められるっていうこともありますので、それを楽しみたい人にはなかなかいいんじゃないかな、この仕様はと思います。そして続きましてなんですけども、戦闘に関してですね、Apex はですね、デュオとトリオっていうもの、まあ、2つのモードが選べるんですけども、荒野行動はそれに対してシングル、デュオ、スクワット、クインテッドで、しかもそのマッチングでメンバーを補充しなければ、例えばソロでクインテッド、まあ、敵5人に挑むこともできるような、まあ、多彩なね仕様になってます。まあ、これに関しては戦いの種類をたくさん選べるってことなんで、まあ、自分の友達の量とか、まあね、いろいろなスタイルでね自分好み戦うことができるので、なかなかいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれに対して Apex なんですけども、デュオとトリオ一応選べるっちゃ選べるんですけど、これ一人で参戦するっていうことが多分できないんですよね。もしできる仕様があったら申し訳ないんですけど、ソロで参戦するってことはできなくて、まあ、もしマッチングするのであれば勝手に野良のメンバーが補充されて、例えばトリオとかだったら2人野良のメンバーが補充されてやることになります。まあ、なんで1人でやりたいよっていうのであれば、まあ、射撃場ぐらいになるんじゃないかなと思います。そして続きましてなんですけども、スタート時の人数に関してですね、 Apex は60人スタートですね。デュオもトリオも60人スタートになっていまして、その中にボット自体はいないので完全な人間60人の戦いになってます。まあ、マップが2000×2000 で小さい分60人スタートっていうのは結構妥当なんじゃないかなって僕は思うんですけども、それに対して荒野行動がですね、基本的には100人スタートという風になってまして、まあ、通常マッチとかの場合は、まあ、ボットというものが含まれるので、まあ、実質戦えることの人数で言えばどのぐらいなんですかね、最大60人ぐらいになるんじゃないかな。まあ、経験上でちょっと申し訳ないんですけど、この話は、まあ、60人70人ぐらいが人間の最大になるんじゃないかなと思います。まあ、ただカスタムマッチ、あのルームっていう機能を使うことによって、その人間100人スタート、まあ、人集めれば人間100人スタートで戦うことも全然できるようになってるので、そこはいい仕様なんじゃないかなと思います。はい、ということで最後に両方のゲームの戦い方の特徴みたいなところを、まあ、両方のゲームをやってきた僕がですね、ちょっと、まあ、簡単に説明したいなと思うんですけども、まあ、まず Apex からですね。まあ、Apex は、まあ、先ほども言った通りマップが結構狭いということなので、銃声がですね遠くのところからも聞こえやすいんですよね。まあ、なので、まあ、言葉を悪く言うと漁夫ゲーみたいな感じになるかなと思います。まあ、敵が戦っていて、戦い終わって、まあ、ちょっと体力が削れて、敵が体力削れてるところを狙って倒しに行くとか、そういうのが戦法としては強いゲームにはなってるんですけども、まあ、それに関しては、まあ、例えば倒した敵のデスボックス、まあ、死体箱があると思うんですけど、その中から、まあ、アーマーシールドとかを拾えば、まあ、そのアーマー自体はフル回復された状態で手に入れることができるが、まあ、ちょっとこの話は難しいので、また後々動画にしようと思うんですけど、まあ、とりあえず漁夫が来たとしても、まあ、その漁夫のタイミングがちょっと遅れたり、その漁夫対策をしっかりしている場合であれば、ちゃんとイーブンな戦いに持っていくことができるので、まあ、その漁夫自体も、まあ、全然さばくことができるっていう風にはなってます。また打ち合いに関してなんですけども、これもまたちょっと後々の動画にしようかなと思ってるんですけど、 Apex で結構弾を当てないと敵を倒せないんですよね。まあ、荒野行動に比べて当てる弾数がですね、まあ、倍近く変わってくるので、純粋に打ち合いが結構楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、なんでさっきも言った通り漁夫が来たとしても、まあ、結局その倒されにくい、まあ、荒野行動よりは全然倒されにくいっていう風にはなっているので、しっかりと打ち合えるゲームになってるんじゃないかなと思います。そしてそれに対して荒野行動なんですけども、僕が今までやってきた経験上では、まあ、車がですね結構戦闘を左右する要因になりやすいかなって思ってます。まあ、正直この PC ゲー PS4 ゲーとこのスマホの荒野行動を比べるっていうのはちょっと、まあ、良くないとは思うんですけど、まあ、比べるというよりかは、まあ、経験上の話ということでね、ちょっと受け入れていただけると助かります。その荒野行動の車は敵を、まあ、一定の速度で引けばワンパン引くだけで一発で倒すことができるし、しかもそのハンドリング性能っていうのもなかなか高い車はな、本当に高くて敵も引きやすくなっているっていうのと、まあ、結構名前の通りね、荒野行動ということなので遮蔽物の感覚が結構広めにあるので、その車を遮蔽物として使うことも、まあ、多々あるんですよね、戦闘に関して。むしろ車に乗って移動していないと遮蔽物の感覚が広すぎて徒歩ではさすがに隠れきれないっていう状況がなかなかに多いので、まあ、車を運転するスキルを含めて荒野行動のうまさっていうものに入るんじゃないかなと思います。そして打ち合いに関しては、まあ、最速本当に 0.1 秒ぐらいで
敵を倒すことができる、まあ、スナイパーショットガンではなくっていう話なんですけど、最速 0.1 秒ぐらいで敵を倒すことができるので、まあ、なかなか試合展開の早い戦いになるんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、 APEX と荒野行動の違いについてラジオ動画でお話しさせていただきました。まあ、荒野行動はね、スマホゲーっていうこともあって手軽にできるので、まあ、それを踏まえた上で敵を倒しやすいように設定されている仕様がなかなか多く含まれてるんじゃないかなと思いました。まあ、例えばボットがいるっていうものだったり、まあ、あとは敵に当てる弾数が少なくていいとか、まあ、敵を倒す速度が全体的に速いとかっていう感じですね。まあ、どっちのゲームもね、それぞれいいところがたくさんあると思いますので、今回の動画で知っていただけたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。